どうもこんにちは、しょうゆです。2023年2月6日月曜日放送の春撮りについて今回も感想をゆるりと語っていきたいと思います。まずは3月のハロプロ研修生発表会に向けたユニット決め、課題曲3曲の中から自分が成長できそうな曲を選んでユニットを組んで披露するっていう、先週発表された研修生発表会の中の企画なんですけど、ユニットメンバーが決まりましたね。課題曲の1曲目がタンポポのラストキッス、2曲目がプッチモニでベイビー恋にノックアウト、3曲目はミニモニのクレイジーアバウトユーでした。まずはそれぞれ希望楽曲を発表していきます。松原ゆりやちゃんは第一希望がクレイジーアバウトユーで、今までに歌ったことのないかっこいい曲で経験したことを表現したいとのことです。第二希望はラストキッスで、大人っぽくて今の自分に合ってるかららしいです。小野田かりんちゃんは第一希望はベイビー恋にノックアウトで、地声と裏声の切り替えが苦手でこの曲を通して練習したいということで、第二希望はラストキッスで歌の力と表現力をつけられるようにしたいって話してました。橋田ほのかちゃんは第一希望はラストキッスで、元気な曲が多いけど大人っぽい曲を歌うことで新しい表現を身につけたい。第二希望はクレイジーアバウトユーで、今まで挑戦したことがないジャンルの曲やかららしいです。村越彩奈ちゃんは第一希望ラストキッスで、前回の発表会でハモリに挑戦したんで経験を生かしたいのと、ゆっくりなテンポやったら表情が暗くなるんで改善したい。第二希望はベイビー恋にノックアウトで、アップテンポな曲やと流れてソロを歌ってしまうんで改善したいとのことです。上村はすみちゃんは第一希望クレイジーアバウトユーで、ダンスがかっこいいんでかっこいい自分をアピールしたいのと、ロングトーンに挑戦してみたい。第二希望はベイビー恋にノックアウトで、力強い歌声からの裏声が苦手なので挑戦したいとのことでした。吉田ひのはちゃんは第一希望ベイビー恋にノックアウトで、一つの曲の中にあるかっこいいとポップの2つの表現に挑戦してみたい。第二希望はクレイジーアバウトユーで、ラップ調の部分や英語に挑戦したい。川島美穂ちゃんは第一希望ラストキッスで、自分の音域より少し高いんで苦手なところもできるようになりたい。第二希望はクレイジーアバウトユーで、ラップパートや力強い声で歌うところが多くてあんまりやったことない曲やからだそうです。後藤花ちゃんの第一希望はベイビー恋にノックアウトで、パフォーマンスをする上で歌もダンスも両方スキルを上げることができてなかったんで、難しい曲を通してしっかりレベルアップさせたい。第2希望はラストキッスで、歌に感情を込めたりアクセントをつけられるようになりたいとのことです。下板にゆきほちゃんは第1希望ラストキッスで、今までやってきてこなかった曲で挑戦して自分の新しい一面を探したいのと、ハモリパートに挑戦したいとのことです。第2希望はクレイジーアバウトユーで、ラップや低音パートがあって低音の音域を広げていきたいということでした。上村れなちゃんは第一希望ラストキッスで、大人っぽくてゆっくりな今までにやってこなかった曲調で歌のスキルを上げたい。第二希望はクレイジーアバウトユーで、かっこいい曲調でラップパートがあったりダンスの部分でもかっこいい自分を見せたいとのことでした。そして調整した結果、課題曲1曲目のタンポポのラストキッスは、村越彩奈ちゃん、川島美穂ちゃん、下板幸穂ちゃんの3人が選ばれました。課題曲2曲目のプッチモニベイビー恋にノックアウトは、小野田かりんちゃん、吉田ひのはちゃん、後藤花ちゃんが選ばれました。最後に課題曲3曲目のミニモニクレイジーアバウトユーは、松原ゆりやちゃん、橋田ほのかちゃん、上村はすみちゃん、上村れなちゃんが選ばれました。ここで気がつきました。先週私が妄想ユニットを作ってたんですけど、すっごく惜しいんですよ。村越彩奈ちゃんと小野田かりんちゃんが逆の組み合わせやったら大正解でした。もうほぼほぼ期待通りの組み合わせやったんで、今後も楽しみやなって思います。ハロープロジェクト研修生発表会2023、3月報春は3月11日土曜日に東京、3月12日日曜日に大阪で開催されます。次にお茶の間先輩とツアーリハーサルとライブパフォーマンス、ハロープロジェクト2023ウィンタートゥーオブアースで、先週に引き続きモーニング娘。23とのリハーサル映像が公開されました。先輩グループと一緒やからこその独特な緊張感が見ててすごく伝わってきました。お茶の間のコメントからも、先輩のいいところをいっぱい吸収するぞっていう気持ちが感じ取れて、頑張れって応援したくなりますね。モーニング娘。23の石田あゆみちゃん、小田さくらちゃん、野中美希ちゃんの3人へのインタビューの続きもあったんですけど、全員曲である恋のクラウチングスタートの歌がリズムがわからへんかったり、一つのフレーズの中にたくさん文字が詰め込まれてたりして、最初は戸惑いもあったらしいです。聞いてると特に意識したりはしないんですけど、
歌ってみるとめちゃくちゃ難しいって思う曲ありますよね。私の場合それがジュースジュースの初めてを経験中でした中野サンプラザで行われた1月3日のライブ初日ではギリギリまで先輩にアドバイスをもらってたりバタバタしてたりして、本番前の舞台裏感がなんかいいなって思って見てました。モーニング娘。23とお茶ノーマの紅白の衣装がお正月っぽさがあっていい組み合わせですよね。山崎めいちゃんと石栗かなみちゃんのハロプロ研修生北海道コンビでのパートがめちゃめちゃ良かったです。2023年2月8日発売のブルーレイジュースジュースコンサートツアーテルツォビズが紹介されました。2022年の夏のツアーから8月28日に開催された中野サンプラザ公演を収録ということで、プラトニックプラネット一人で生きられそうってそれってね褒めているの、ゴール明日はあっちだよ、もうちょっとだけ流れましたね。ここ最近は工藤ゆめちゃんのオーラがすごいというか、やっぱり稲葉真中ちゃんから託されたものもあるんで気合の入り方が違いますよね。来週はハロプロ研修生発表会に向けた意気込みということなんですけど、ひろはちゃんが髪の毛巻いてましたよね。何か撮影があった後なのか、めちゃめちゃ可愛くてビビりました。もしかしたらグッズの撮影かもしれないんで、今後発売されるハロプロ研修生のグッズにも注目しておこうかなと思ってます。2023年2月6日月曜日放送のハロドリは TVer でも配信されてるんで、ぜひチェックしてみてください。視聴期限は1週間後の2023年2月14日火曜日の11時59分までです。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。